再びです、引き続きですがで、私は毎年このようなセッションをしますけれども、ジェネクソスののこれからの中期、中期にこれからの方向性について、ジェネクソスがどういう。 ところへ向いているのかについてお話をしていきます。じゃあ先ほど今朝ももう話しましたけれども、主に企業向けですからエコシステムについて話しました。で。 先ほども申し上げましたけれども一つのエクスペリエンスからさまざまな同時にマルティエクスペリエンスという動向にいっています。じゃあなぜこのようになっているのかと言いますとそしてどういうことを作らなければならないのか複雑化しています。さまざまなテクノロジーがあります。 ソフトウェア開発においてはこのシナリオが複雑化してきています例えばこのこれからこれからどのように変化していくのかといいますとユーザーやインテグレーションが複雑になりますし対応しなければなりません。 この業界ではソフトウェア業界ではみんながもう知っていますさまざまなテクノロジーがありますけれどもシネクサスにおいてはどのテクノロジーが一番いいとかあれはダメとかというのは判断しません我々として重要なのはこの特に我々のチーム 開発研究部門では主なテクノロジープロバイダーによってどういう動向があるのかそしてモデリング現実をモデリングしてもともとシネクサスのこのテクノロジーというのはえ この複雑なシステムをモデリングするというのがの強みです皆様が作っているもの最,最高のモデルを作ることそしてそれをシンプルに毎日の作業をその複雑なモデルをもっとシンプルにすること。 手で作るのではななくく手動動でではなく自動的にできます我々にとってこの,このテクノロジーは扱いにくいとかこちらは嫌だというようなことではなくこれからさまざまなたくさんなアプリケーションがありますのでそれをどのように対応しているのか。 例えばユーザーエクスペリエンスのモデリングについて申し上げますとこの Genexus を使ってモデリングのこの進化はどのように歩み寄ったのか言います。まずの最初のインターフェースがありまして w ワークパネルというのがありました。この モデルの抽象化をしアプリケーションを作り Windows アプリケーションがありましてその次に Web パネルというのが登場しましたこちらはブラウザで動くものですその次に スマートデバイスパネルというのが登場しました。でネイティブアプリケーションを作ります。こちらはモバイルパネルとは言いません。それはモデルがありまして SD パネルというのはあらゆるスクリーンの形。 現在はモバイルスクリーンが一番主流ですけれどももともとはこの画面の大きささまざまな大きさにデザインできるものを考えましたじゃあウェブパネルモデルパネルを統一しまして特徴がありますけれどもウェブパネルでの 特徴を SD パネルに取り入れたりしていきました共同していますこのプログラミングモデルというのは共同にまだ動いていますそして2つの,つのスクリーンに画面につけましてそうしますと じゃあこれからどういうものを作るのかと言いますとそれを統一しまして1番目のコンセプトモデルをしますとアンギュラー・ジェネレーターを使いましてこの2つのモデルを統一しましてそうするとアンギュラーがジェネレートし 実際に必要なものは SD パネルがインプットとしてネイティブアプリケーションをネイティブアプリケーションと同時にウェブアプリケーションができるようにという課題を対応しています。で外観では我々が見るのは結果は 同じものですフレームワークについては HTMLWebComponent が重要なのでオープンソースになりましてもう GitHub に公開されていましてライセンスの課題はありますけれども皆様に提供して で。利用可能になっております。そのモデリングを。提供しますと。ミニプログラムなど。があります。じゃあモデリングをしていますと、オブジェクトのモデリングをしますと。このパネルを。編集して。この。クロスプラットフォーム。 環境がありましてそして新しい編集エディティングこの画面を処理するためのものモルティモードエディターというのがあります一方では抽象的な編集ができ そしてもうもう一方では What you see, What you get というように可能になります。ウェブベースウェブ上でのものですから、でダッシュボードやクエリでも対応しますし、ドラッグしますと一つ一つのデデータがどのようになっているのか。 エディティテングで g e n e x u s の開発環境で実際のデータの中に取り入れウェブベースエディターが全く同じものに w ウ n ンドウプラットフォームと全く同じものでダッシュエディターというのがありまして新しいクエリエディターもやっていますし クエリとダッシュボードというのはまだよく利用できていません。最大化していないので。で、ユース,ユースケースを改善してまいります。例えば、トランスタンスクションがありますと、データベースにありますと、クエリがあって、テーブルによって同時に。 フィルタリングをして新しいものを作り出しますクエリやダッシュボードの課題を対象していますまだ最大化されていませんで、Wii では Wii のモデリングは SD パネルがで今朝も申し上げましたけれども重要なのはデザイン 設計者をこの開発プロセスに設計者の活動を取り入れます設計者から受け入れるものはカスタムデザインというと特定の分野での使うデザイン共通のパターンがありますけれども でももっとオリジナルな専門的なものを目標としていますとカスタマイズをした方がいいですね。そうしますとツールがデザイナーのツールを取り入れた方がいいと思います。ただ このデザイナーをウェブパネルを使ってこのようなこのようなデザインがこれがまだまだ完成していませんけれどもただ取り出すのではなくてサイクルになりますからコード化しエクスポートして GenEx から ススケッチにエクスポートをしそしてデザインをして離れているのではなくてもう接続している次にそれぞれのスケッチの競争相手アドベだけではなくそれのいろいろなパートナーシップも 行いますけどツールまだスケッチでがリーダー的状態ですけれども他のサプライヤーも考えていこうと思っております。それではこのケース私どものエクスペリエンスデベロップメントそしてユーザー特別なデザインが必要な場合ですね。 しかし全体的なスケーラビリティが継続的に行われるためにはそれぞれのデザインシステムこれが非常に重要です昨年からお話申し上げましたがデザインシステムというのはこれが何が必要なのか私のシステムなのにはコンシステンシーとスケーラビリティ このオプションというのはこのデザインシステムをアドプションし必要なものに対応し構築しガイドラインにフォローアップしていくことそしてまず最初のプラットフォームこのコンセプトの中でデザインシステムオブジェクトというコンセプトでございます。この概念をうまく パターンの集合体ではなくこれは何であるかこれをどのように生産化するのかそしてソースとするのかこのデザインシステムオブジェクトというのはある一定の外観ではこの進化したものだと思います。テーマーがありますね。 このテーマを事情化しデザインシステムオブジェクトをハイブリッドモデルなんですこれはテーマを編集するというよりもテキストだけでは CSS とインテグロで SAS とそしてプラグマティックスに行っていくのかこのデザインシステムオブジェクトは明日 詳しい説明がありますしかしこれが達成してくれるのは同じようなフォーマットで編集するのは編集者エディターがこの最新的な状態になるためにデザインシステムにおいてデザインしてくる最小の本当に美 微細なところまで。ジェネクスが制裁生成していきますね。そして、このまあ、全体的でこれが気に入らないということですと、デザインシステムオブジェクトで変更することができないんです。デザイント刀剣というものがあり、みこのトークンが。えー、全てこれがキーワードとなり。 デザイナー自体がそれぞれのバリアブル変更値を探していきそれぞれの状況それぞれのオプションそれを取っていきデザインに展開していきますですから短期間に対してはこのデザインプロジェクトオプジェクトが非常に重要ですそして別のチャンネルとしてコンバーセーショナルモデリング モデレートトトチャットボッボを行いますね例えばまずそして Do そしてチャンネルを開けていきますどのチャンネルになるのかそれぞれのチャットボットがそれぞれのチャンネルをインテグレートしていきます今皆さんラテンアメリカヨーロッパアフリカわさっぽあります今現在世界でも非常にポピュラーな コミュニケーションツールでありチャンネルになりますからここからチャットだけではなくミニプログラム中国ですねそれから WeChat のようになっていきますがそしてそれからそれぞれのアビリティのチャットボットの利用状況が良くなり最初にプロバイダーこのプロバイダーが皆さんの私たちの プラットフォームを、えー、対象としこれがいろいろな変化を行いプロドクトのリカステルいろいろなものがあります衛や SAP の状態でも非常に有名ですねこのインテグレーションモデリングこれがチャンネルで デザインエクスペリエンスで関与していきます。ニコラッシュが基調講演でお話しされてました。ローコード,ローコードの中でいろいろな全体的なチャンネルをターゲットにしてるのが私どもでございます。そしてこのインテグレーションの世界の中で エコシステムをいろいろ構築しまず最初に AI のモデレーティング GENEXUS の AI ですけどもこの後短期間ではこの3点を中心とし全体的にインテグレートし AI をモデレートし プロワイダーそして西洋でだけでなく東洋中東まで発展しそれぞれが皆さん消費していただきます。例えばイメージ映像を認識して花と認識してもらうためにはしかしマーガレットにどのように認識してもらわなければならないでしょうか。 ですからそれをトレーニングしなければいけません。マー,マーガレットと認識してもらうようにとれそういうトレーニングが必要ますからそれぞれのアルゴリズムを機械学習してもらいます。その中でジェネクスにおいてアルゴリズムをうまく限定化したものの認識を行います。次に マシンンラーディングこれの意味するものはモデルを製品化しそれぞれがこれメールあるデバイスモバイルデバイスが 顔認識確か画像認識識画像マーガレットと認識したらまた別の AI のクラウドの方に発展していくということが変わります。それがコネクションとということですねダミアン・サリア氏の話もありますのでそれぞれのプロバイダーの状況について話してくれますからどうぞ。 ご拝聴くださいこれまでの発信発展したことを説明すると思います AI のエンジェネックスがどう対応していくかそのエッジにデータがありますから本当にエッジまでいきますと 全体的なデータを上げるのには非常にコストがかかります。ですから AI のアルゴリズムがいろいろな ABMS に動いていきます。このデータが時々そのいろいろなサーバーからサーバーに移すべきではない。そうか移すべきである。そのような判断も現実的に起こっていきます。 また一方で APS モデリング私どもがどのように行っているか皆さんご覧になってくださいこれを解決すべきなのは AP アピを出しますダータープロバイダーコンポーネントいろいろありますけれどもじゃあこれが 外の外部にプロパティプロトコールを引っ張ってきてそれがエクスポーネントしていくのがそれぞれのクライアントのために消費していくコンシューマーしていくということになりますからここから考えられること。 ここに加えていくパラメーターをですねそれぞれのプロシュージャーを変化させていきますそれを進化させていきますそうするといろいろなクライアントをコネクションしていきます。例ええば名前を変えないで というのは名前を全部変えたかったんですけどもいろいろなところが関与してるんで名前は変えられないと言われましてですから残念ながら j ェ j e x ス s で行おうと思ったのはこの深く考えていくのがエピオブジェクトお客様が私たちの 内部モデルに直接ではなくアピオオブジェクトにコネクションしてくれます。中のモデルなんですけども外のモデルとコネクションしてきます。ですからここをエボルーションさせていき外側に行くということがいろいろなデータベースにインパクトを行いアピオオブジェクトがあります。 これらのエフェクトがお客様にどのような影響をもたらすかこれを皆さんにご理解していただくために私の外部とのコンタクトポイントをどのように進化させるか。 それぞれを全てのいろいろなプロトコルがありますからプロトコルはすでにどんどん変わっていきますねそのためにこれをそれぞれの、えー、仲介者でアピ i を連結していきます Amazon ですとかゲートウェイそういうものがありますそこから全体でアピ i だけではなくデータモデリング これが大変重要なので全体的なコンセンサスとしてこのデー,タデータソースをどのように進化させていくかそして ABMS これの全体の問題としていろいろなハイブリッドになります花があります。 そして H のハイブリッド H そしてラブのだけでなく LOPT のためにも重要ですそしてマルチモデルがありますこのマルチモデルというのがこのデータそしてシステムアーキテクチャに関与していきます詳しくは水曜日話しますそれぞれのケースで進化し 2000年から少しずつそれぞれの特定のケースに対応しグラフデータベーステンポラルデータ x バリュードキュメンタルバリューということで AVMS に対して s q l サーバーはそのサポートするし そしてストレージもローで可能でありますしデータベースもバイテンポレーターこのジェクのクサでアクセスしのは MBS が非常に進化しているものですからこれをマルチモデルとして進めていきますブロックチェーンは DBMS が現在同じような B4H に通じて直接同じモデルを DBMS として活用していくものです。ブロックチェーンでいろいろな DBMS の配下に置きます。SQLL これはデータストミングが重要になってきます。データからデータはの我々の強みはフォーフォーワイチですし、たくさんのデータにアクセスできるため、でもう一つの課題がセキュリティにおいて。 セキュリティメタデータについてですがこのデータの特徴をデザインを一つのトランサクションがありますがじゃあどのセキュリティレベルがどういうレベルが必要なのかそのエンティティによってこのデータの分類によってアプリケーション に対してさまざまなツールがあり Genexus と、えー、コネクトしているものセキュリティスカナーというのがありますし、えー、IDE で、えー、開発するための DevOps、えー、プ,プロセスとでも接続しますしこのメタデータを取り出しこの情報を セキュリティリスクがあるのかどうかそしてデータを公開するためする時のリスクそしてその次には一枚モノリティックの設計構築モノリティック設計 でその次のセッションでもお話がありますけれども現在の何ができるのか GENEXUS を使ってそのシステム構築においてで一つのビジョンが一つ,の一つのシステムの統合 ビションというのが課題となりますので,でこの今年の今年のミーティングのキャッチフレーズはビルダーズです。でそれはこの長州ピーボックスがおっしゃったこのようなモットーがあります。の この研究開発チームでは GENEXUS というのはビジネスアプリケーションを使いそして進化するために役立たれればと思いますよろししくお願いします。